こんにちは。ダイヤモンド今井院長です。私はですね、この度、10月2日にですね、ダイヤモンド今井デンタルクリニックを、開院いたしました。でですね、今ちょっとね、実は美容整形のオペの直後でですね、顔がちょっと腫れてたりとか、少し内出血だったりとか、目がですね、ちょっとこう、二重が、幅が大きくて、整形外科が出てると思うんですけども、だんだん皆様とお会いする頃にはですね、落ち着いてると思うんですけども、今月なんと2回も、大掛かりのですね、美容整形のオペを受けてからの、10月2日の会員となっております。よろしくお願いします。私はですね、32歳で歯科医師になりまして、その後3年間はですね、普通の歯医者さんで働いていたんですけども、どうしてもですね、歯を美しくすることに特化した歯医者さんになりたくてですね、セラミックが、すごくたくさんできるクリニックを選びたくて、前職の湘南美容クリニックにですね、入職をいたしました。で、そこでですね、9年間仕事をさせていただいて、で、この度ですね、前歯のセラミック専門のですね、クリニックを開院することになりました。セラミックとはですね、まあ、僕が特にさせていただいているのは、セラミック矯正というものなんですけれども、どういうものかというとですね、まず、ご自身の歯は残した状態で、歯の外側を一回り小さくします。そこにですね、セラミックでできた歯の形をしたキャップのようなものですね、入れていって、歯並びや色や形を美しくするという方法になってますね。で、一昔前までは、まあ、芸能人の方だったりとか、まあ、どうしても矯正が、治療が受けられない方とかが多かったんですけども、ここ何年かですね、まあ、SNS の発達とかで言ってですね、まあ、いわゆるインフルエンサーの方だったりとか、モデルの方だったりとかはですね、積極的にセラミックしてますよっていう形で、前歯セラミック矯正で美しくしてますよっていうような形でですね、発信をたくさんしてくださったりとか、あとは僕自身もですね、まあ、インスタグラムだったりとか、YouTube とか、まあ、SNS でですね、発信をしているので、それがですね、皆様の目に届くようになってですね、まあ、多くの方が受けていただけるような治療になってますね。もともとですね、僕の、持ってるリムジンの専属ドライバーのクッサンをですね、今回上の前歯、させていただいたんですけども、もともとの悩みとしてはですね、前歯の2番目と3番目の間のところが隙間が空いているという悩みだったんですね。セラミックっていうのは歯の大きさもコントロールできるので、少し大きめな歯を作っていって隙間を埋めていくということをしていきました。あとですね、歯並びがもともとくっさんは良かったんですけども、歯がですね、虫歯体質で結構虫歯が進んでいたんですね。なので、すでに虫歯が進んでしまって、神経が取ってある歯があったりとか、あとは神経はあるんだけども、虫歯がですね、神経までの距離までかなり近い歯とかあったんですけども、そういった歯をですね、まあ、神経の治療をさせていただいたりとか、あとは、神経が取ってある歯は土台といって、まあ、補強のようなものをしてですね、そこの上にセラミックをかぶせるという形で、まあ、今回グッサンの治療の場合は歯の隙間を埋めていくということはしたんですけども、同時に他の歯の虫歯だったりとか歯の変色だったりとか、そういう部分を直してですね、美しくさせていただきました。そして最後にですね、まあ、ご要望にお答えするような形になったんですけども、グッサンはですね、八重歯が欲しいということだったんで、1回目の仮歯の段階からですね、まあ、歯科技工士さんとグッサンがですね、ちょっと八重歯っぽくしてほしいということだったんで、八重歯のデザインの仮歯を作らせていただいて、少しね、こうなんか八重歯が強調されるような、歯にしてあります。今くりで実現したいこととしては、セラミックを文化にするということですね。はい、どういうことかっていうと、まあ、先ほどもお伝えした通り、セラミック矯正っていうのはここ何年かですごく皆さんの目に届きやすい状況になっていると思います。ただやっぱりその、まだまだですね、知名度だったりとか、認知されていない治療でもあるというのは事実としてあるんですね。まあ、例えばホワイトニングとか言うとですね、皆さんこう聞いたことあるなと思うと思うんですけども、やっぱりセラミックだったりとか、セラミック矯正っていうのはまだまだ、ちょっと聞いたことないなとかあったりとか、あとどういうものかわからなかったりとか、いうことがありますので、僕がですね、今くりで、どんどん、皆様の前歯を美しくさせていただいて、それを発信させていただいてですね、セラミック矯正をですね、文化にするということが、今くりの使命だと思ってます。前歯の歯並び、色、
形でお悩みの方、ぜひですね、今くりで前歯を美しくしませんか。ありがたいことにですね、僕はですね、全国47都道府県からですね、ここ大阪にですね、僕の施術を受けてくださるということでですね、集まってくださっているので、まあ、例えば北海道にいらっしゃる方、沖縄にいらっしゃる方でもですね、前歯でお悩みの方、歯を美しくしたいなという方はですね、ぜひですね、今くりに来ていただいて、美しくしましょう。でですね、カウンセリングを受けたその日にもですね、お時間いただければ、仮歯でですね、歯を美しくなっていただいて、帰っていただくこともできますので、なるべく期間とか回数をですね、コンパクトにしながらですね、でも、セラミックに変えた後、長く愛用していただくようなね、美しい歯にできると思いますので、皆さんもぜひですね、今くりでですね、前歯を美しくしてください。動画見てくださっていいなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。